はい、それではですね、成人発達コラボラジオ第24回の振り返りのセッションもよろしくお願いいたします。渡田さん、お願いします。お願いします。お願いします。ちょうどですね、そういえば昨日のゼミで、ね、はい、タトゥーの話題が出てましたよね。出てた、出てた。したね、すごく印象的で、まあ、何かこのタトゥーというのも、社会的なタブーという観点でいけば、まあ、サイケデリクスに似てるなと、ちょっとこう思って、なるほど、で、その中で私印象的だったのは、渡さんがタトゥーにね、ご関心があるってことをおっしゃってて、で、そういえば、記憶を呼び起こしてみると、あ、確かに、渡さんが、あれに、いや、あそこに松茸のタトゥーを入れようとしてるっておっしゃってたと思うんですけど、その心はっていうのを聞いてみたかった。いや、違う違う違う。そこに心は出現してないですよ。いやいや、渡るさん、はい、渡るさんもパンサイキズムですよね。はい、そこに心があるはずです。そうか、そうか。あそこにも心があるはずです。もう最近、もうどんどん直接的になってきましたもんね。いやでもな、名称は触れてますので、それでいくと私はちょっと今の受けて、はい、ちょっと自由連想的にどんなものがね、ポコポコっとちょっとイボテンさんっぽくポコポコしてきましたか。いや、タトゥーってやっぱシンボルっていうことだとすれば、常に目に絶えず触れるもの、そしてそれがどこかでこう意識としてこう堆積していくようなものだと思うんですよね。確かに。そうなったときに、こう自分が大切にしてることってなんだろうなっていうことを渇望してる自分がいるんだなっていうふうに思ったというところです。なるほどね。毎日、まあ、楽しく生活できている、まあ、充実した生活もある、ただもっと何か、まあそれがですね、例えば大学院なのかもしれないですけど、自分の人生で大切なものって何なんだろうと考えたときに、それが分かってる人って、なんかいいなと思って、まあ、それをですね、タトゥーに込めるっていう選択、そういう意味で僕自身がこうタトゥーに憧れてたのかなっていうふうに、まあ、思えるきっかけをいただいたというところです。いいっすね。じゃそれでいくとね、その大事な場所に入れるタトゥー、どんな候補があるんですか。そうか、これを大事な場所に入れるタトゥーか。そう。確かにな、これは何なんですかね。松茸を入れるか。松茸松茸になってもですね。そう、面白いですね。松茸二乗。松茸かける松茸、すごいですね、それ。いたらすごいな。あ、じゃあ、例えば右の袋に松茸、左にエレファントとかは？ちょっと不格好だね。ちょっと、あれですね。そうですね。統一したいですね、そこはね。はい、そうですよ。そっか。いやでも昨日の話はちょっと印象的でしたね、タトゥーっていうものは。やっぱりそれは世代差によってね、世代によってタトゥーの印象も違うだろうし、タトゥーもさっきの話ですね、文化ごとに意味合いも全然違いますもんね。いや、そうですね。だから多分これサイケデリックっていうのを幻覚剤って表現することって、こうタトゥーを入れ墨って表現することとなんか似てるような気がしました。ね、いや、どんずばじゃないですか、渡辺さん。それはどんずばかもですよね。多分入れ墨、名前が大事。名前にやっぱり源霊が宿るん で名前がある文化固有の、世代固有のイメージを想起させるので、まさに入れ墨っていうのはちょっとネガティブなもので捉えがちな現代社会においては、多分幻覚剤っていうのも似たような感じでしょうね。はい、どっちかというとネガティブですね。本当そうだね。確かにタトゥーっていうとよりあれですもんね、ちょっとこうポップな感じがするし。そうですね、ファッショナブル感が出るっていうか。本当そうですね。それでいくとやっぱそうなんだよね。やっぱ漢字の力って大きいから、漢字もどんな漢字を当てるか、今のところ入れ墨も幻覚剤も漢字じゃないですか。でもタトゥーもサイケデリクスもカタカナで、なんか似たところの方向の力はちょっとあるかもしれないですね、カタカナ。はいはいはい、そうですね。それはなんか大きいですね。確かに確かに。加藤先生はこの、まあ、今日がこの、まあ、サイケデリクスの展開で、まあ、白紙瓶を扱いましたけど、その他何かアップデートした情報や、ちょっと本編では触れれてなかったけどみたいなことって何か終わりですか。どんずばでタイムリーな話。マジでタイムリーな話題があります。なんですか、なんですか。いや、
THC 入りのチョコレートの話でしましたっけ、はい、こっちでしないですよね、はいはい、あそうですね、うん、あのこの間ちょうど先週火曜日に散髪した時に、はい、カンナビスの CBD と THC っていうのがあって、日本では CBD は合法なんだけど THC は違法なんですね、うん、でこれ THC っていうのは私たちの知覚作用に大きな働きを及ぼすんで、ちょっと抗精神性的な力があるっていう形で規制されてるんですよ。そっか、はい、で改めてさっきの、ベンズですね、薬のタイプ分離と関係性見ると、はい、これもネガティブなカタカナですけどマリファナって呼ばれてるのがちょうど真ん中に位置してて、つまりマリファナカンナビスっていうのは、アッパーでもあるしダウンでもあるしハルシオジェンでもあるっていうど真ん中のものなんですね。つまりすごいな、カンナビスのすごいところはその種類によって全然効果が違うからこのど真ん中にあるんですよ。ああそういうことか。そうそう、はいはいはい、でそのメルビンに教えてもらったカンナビス の, あのお店ですね、そこは通称コーヒーショップと呼ばれてる場所で、私はコーヒーショップっていうのは基本的にあの葉っぱしか買えないと思ってたんですよ、はいはい、でもメルビンから教えてもらった THC のグミマフィンチョコレートも売られてるよって言われて、あそれだったら試してみたいなと思ったんですね。で私はタバコを吸うとかの経験もほとんどないんで、で、はい、通称ジョイントって呼ばれるものが THC の葉っぱとタバコを混ぜてるものがあるんですね。で私はニコチンを摂取したくないし、肺をダメージ与えたくないん で、基本的にはそういう吸うのはやめてるんですよ。もちろん水タバコとかあのベイポライザーっていう吸い方はあるんだけど、うん、そういう器具持ってないんで、うん、あだったら THC のチョコレート、はいはい、これがねめっちゃおしゃれへえ、おしゃれなんだ。可愛くておしゃれで、大きさはっていうとチロルチョコ1個分ぐらいなんですね。あ、はいはいはい。で、昨日ちょうどゼミ終わって、あ、ちょっとじゃあ午後くつろぐかってことで試したんですよ1個。うわ、うん、すごかった。マジ？え、どういうことですか？ちょっとあの想像以上でした。はあ。あのお店の人がコンサルタントみたいな形でちゃんといろいろアドバイスくれるんですね。で私今回買うのは初めてだったし、 THC って私はカリフォルニアに行った時に1回だけそれさっき言ったような吸う形でね、友人と1回だけそういう吸引経験があるだけだったんで、 THC を体に入れるの12年ぶりだったんですよ。で買ったチョコレートが THC の含有量 20% と 40% っていうのがあって、でお店の方曰く 20% はねなんか美味しく食べれるよと、 40% はストロングよって言ってたんですよ。で帰ってちゃんと自分で調べたら THC20%、 これももう完全ハイドースなんですよ。あ、もうそれで、いやいやこれで、うん、あのははははこの間ちょっと渡さんに紹介したカンナビスを扱っている料理番組ですね、 Netflix の、うんうんうん、これ皆さん見てほしいと、はい、うん、あのこういう大衆向けの料理番組って本当にカンナビスに伴う社会的スティグマを払拭するですごい大事なことだなと思って、クックとウィズカンナビスですね。これめちゃくちゃいい番組なんですよ。うんうん、そっかそっか。でここで使われてるのは THC と CBD 両方なんだけど、一応シェフが提供できる3品の THC の合計量 8mg なんですよ。ほうほう。でいくと私が買ったチロルチョコってその番組でねマックスにされてるものよりも 2.5 倍と5倍強いんですよ。うわ。すごそう。で驚いたことが起こりました。何が起こるんですか？いや私は THC ってやっぱりどっちかっていうとなんか MDMA のような身体の浮遊感だと思ってたんですね。はい。12年前の記憶を遡ると別に内的ビジョンなんて見えなかったし、体が軽くなる感じで気持ちよさが得られる至福感がある感じだったんですよね。あ、でこれがカンナビスだよなと。で私は基本的にこう哲学的、さっき言いましたけど哲学的自存的霊的洞察を得るためと内的ビジョンを近くする、これが目的なので、あんまカンナビスってこれまで摂取してこなかったんですよ。オランダ8年いますけど、カンナビス体験ゼロなんですね。そっか。そうで、オランダ人のいろいろ人から言うと、えー、ってオランダにいるのに吸ってねえのかとか、ね、言われるんですよ。関心ねえからって。でもすげえ、うん、でもカンナビス今育ててて、カンナビスさえ芽生えたし、メルビンにお店を教えてもらったんで、これちなみにオランダではちゃんと合法なんですよ。そうですね、そういう THC のチョコレートも。それがね、昨日ちょっと驚いたわ、効果が。いや、あの LSD と白シビンと変わんなかったんですよ。ええー、これは
正直相当驚きました。12年前のあの体験と違うと。やっぱこれ種類が違うと全然違うんですね。カンナビスって。すごい。だから昨日のやつはどっちかっていうとハルシオジェニックの力があって、はい、LSD、アヤワスカ、DMT、シロシビンと同じような効果があって、もう半端ない気づきいろいろもらいました。で、その半端ない気づきは、まさにウィリアム・ジェームスとか述べているようにイネファラボーなんで、もう言語化することはできないんですよ。でも体験中はもうバンバン言葉になるんですね。でも終わるともう自分の知覚、自分の知性レベルじゃ追いつけないんで言葉にはできないんですけど、でもやっぱいろいろあったな、昨日得られたのは、洞察として。すごいな。で、これ今覚えてる範囲のものを言語化してもやっぱ同じような体験をしてないと全然意味通じないことってたくさんあると思いますね。そっか、うん。じゃあこれってどんな体験だったか今かあのぜひ教えてくださいって聞いたとしてももう答えようがないし、聞いてる方も分かんないですよね。そうですね。ただ類似的な体験をメディテーションでしてたりとか、あるいはあのこんな経験もあるかもしれないですね。あの結局これって脳内物質が起こす現象なので、はいはい、まあ、あんまりないかもしれないけども、瀕死の体験をした臨死体験とか、なるほど、だとかですね。そう、呼吸がもう2分間ぐらい止まってもう死にそうだったとか、あるいは太ももの大動脈をあの草刈り機で切ってしまって出血多量でエンドルフィンがバーって出たとか、うん、時とかに知覚されるような現象っていうと、私あるあるって言ってくれる人がいれば認定かもしれないですね。ああいう時にも本当によく言うじゃないですか、死の間際にお花畑が見えるって、あれマジですか。マジか、そうなんだ。だからやっぱりね、なんかこう生物として創造主よく作ってると思いましたよ。だって死ぬ間際って誰も死にたくないし苦しんで死にたくないじゃないです か、 だか最後の贈り物としてエンドルフィンとかバーッと流して、そういうなんか綺麗なビジョン知覚させてあの世に送るっていう仕組みになってんだなと思いましたね。はあ、行かせてあげるっていう感じか。そうだと思いますね。だからお花畑体験は本当にこれはあると思います。で、いやでもね、昨日ちょっと本当に驚いたんですよね、うんうん、だから朝から今日はブログ記事バンバン書いてましたね、自分で。リフレクションが及ばずっていう、だいたいいつも毎日私4つぐらい日記書くんですけど、今のところこの時間だけで10個ぐらい書いてるね、はい、まだ現地時間、え、そちらって今何時ですか。午後2時です。今朝、そうです、今朝朝午前5時ぐらいに起きて、で5時半からちょっと日記書き始めてて、気づけばもう10個書いてましたから今日、うん、もうテーマタイトルはもう様々な、そうですね、まあ、THC 昨日の体験と今日ちょっと紹介させていろんな法律の話、日本の薬物4法の話とか、はい、4つの法律の話とか、まあ、昨日の体験ですね。だからこれはね、ちょっと今日本当にシェアしたかったんですよ。私に手伝ってほしいなと思いました。あの言語化できないところもたくさんだけど、多分できるところもあるような気がしてて、はい、昨日一人でリフレクションしてたし、今朝方も一人だったから難しかったけど、問いとかあればできる可能性もあるなと思ったんですよね。それでいくと問いが思い浮かばないの、うん、それでいくと、例えば私がもし今言語化してる限りでちょっと分かりやすいところでいけば、でもこれも分かりやすいことはどうかは別として、今朝方書いてたのがですね、例えば、まあ、ちょっと自分のブログ記事じゃなくて思い出してみると、脳にもいろんなこうアルファ波とかあるじゃないですか、脳波、うんうん、で脳波と脳の働きの組み合わせによってリアリティの個数が変わるというか、入れるリアリティが変わる。でこれは昨日体験で明らかになった、温めて明らかになった、ちょっと当たり前のことなんですけど、例えば今の説明でピンとくるかなっていう、はい、ですよね。例えば今の渡さんと私は意識の状態としては覚醒意識じゃないですか。で、はい、どのリアリティにいるかっていうと、この身体物理リアリティにいると思うんですね。でこれ面白いのが、こう脳の働きが変わっていくと意識の状態も当然シフトし、そうすると、はい、自分のマインドないしコンシャスネスが入れるリアリティは変わるんですよ。だからその身体的なリアリティじゃないリアリティにバチンって入るんですね。
で、このバチンって入る感覚はやっぱサイケデリックスの効果だと思ってて、バチンと入んないんだけど似た感じだったら瞑想とかでも十分入れるんですよ。つまり身体感覚がなくなっていくような感じ、うん、でもこれを本当にもう完全ガチャッと部屋は全く違う部屋に入る感じのものが昨日やっぱ起こってて、うわ同じじゃんと思いました。白シビンとか LSD とか、すごい。だからよくいろんな宗教とかもリアリティっていうのは幻想であるってよく言うじゃないですか。はい、確かに本当そうなんですけど、うん、そうリアリティってやっぱもう無限にあるから複数あるんですよ。一人宇宙、一宇宙なんだけど、人の一人宇宙、宇宙の中にもいろんなリアリティがあって、基本的に通常意識で肉体持って生活してると、はい、ある一個のリアリティに固定されて私たち生きてるんですね。でそれはそれでいいんですよ、はい、じゃないと精神混乱するから、はい、サイコアクティブなものが一旦入ってひとたびスイッチが入ると、そこのリアリティじゃないリアリティにどんどん入っていけるんですよね。はあ。で昨日はえっと思いました。カンナビスもこんな働きあるんだと思って、謎だと思ったん で私は今朝ちょっと調べたかったのは LSE と白芝居に似てるんですよ、渡さんのおっしゃる通り。でこれは基本的にセロトニン受容体に働きかけるとしてたんで、でカンナビスは基本的にカンナビス受容体に働きかけるんですね。で違う受容体に働きかけながらも、なんで同じような知覚体験なされるのかやっぱちょっと不思議で、これはね、うんうん、まだまだ右上証言の神経科学と絡めて勉強しないといけないと思いましたし、研究まだまだ分かってないんですよね、このあたりが。そうやっぱ驚きました、本当昨日。カンナビス受容体ってのがあるってことなんですか？そうそうそう、人間にはもう内在してるんですよ、カンナビス受容体。すげえ、そうなんだ、知らなかったです。それがちょっとこの間紹介した、通称内因性カンナビノイドってのが私たちにあって、あ、そうそうそう。でカンナビノイド、つまりこういう大麻とかにビンビンに反応するものが私たちの内側にあるんですね。で、すごいのは、カンナビノイド受容体は脳だけじゃなくて、全身に散りばめられてるんで、だから、全身がリラックスな感覚とかがカンナビス得られやすいんですね。これ面白いんですよ。THC はどっちかっていうと、脳にあるカンナビス受容体に多く働きかけるんで、知覚変容が起こる。で、CBD は身体の方にある受容体により働きかけるんで、リラックス効果がある。っていうのが大きな括りなんですね。はいはいはい。でもまだまだ分かってないことたくさんですよ。そっか。これはね、もう、オタワ大学行って研究したいです、ここ。ここね。もう、めっちゃ面白いです、これ。だって私も昨日、と思って。なんで同じやねんと思って。嘘と思いました。でもな、洞察、昨日の洞察ちょっと本当にすごかったんだよね。で、全然言葉にならないもん。朝起きて。で、本当は昨日の夜の段階で書くのが良かったんですね。でも昨日、ゼミナールがあったから、はい、接種し始めたら午後2時からだったんですよ。はい。で、午後2時接種して、あ、全然それはまだ消化されてないんで、なんもなく。だから、接種して40分の間に、ゼミナールの振り返り音声撮ってるぐらい、普通の状態で。おー、すごいすごい。1時間経つと、あ、なんか変わってきたなと思ったんですね。はい、で、書斎の2階の、木の床の上に寝っ転がってて、1時間ぐらい経ってくると、だいぶ変わってきて、1時間半から入りましたね、その体験の中に。そうか、それで基本的にもう横になって、さっきの、まあ、セッティングの状態を作ってっていうことなんですか。そうですね、そうですね、そう。はあ。やっぱ昨日は天気も良かったんで、なおさらこう自然との一体感とかも感じられて、うん、やっぱ環境設定すごく良かったですね。そうですか。そう。だからこれはね、でも、20mg でこれなんで、40はちょっと怖いですね、逆に私。そっか。そう、だからチョコ半分に切るか悩んでるんですよ。でも一回40も試してみないといけないなと思ってて。そう。チロルチョコの大きさに？そう、チロルチョコ1個に THC が 20mg だけしか入ってないんですよね。でもその 20mg が、はい、まあ、ハイドース。確かこれも渡さんに共有したドキュメントに、下の方のカンナビスの方に、服用量と効果とかが書かれてて、ちょっと私も下の方に行ってますけど、カンナビスの、ね。THC 入りの食品におけるやつ。そうですね。通称これ、エディブルって言うんですよ。食べれるものっていう。ああ、はいはい、はい。そう。イートにブル、エイボーの形容詞の説明語が加わって、エディボーを食べられるものっていう。はい。オランダ人であればもうエディブルといえば誰でも知ってるし、あ、そうなんだ。そうそうそう。欧米人だったら大体エディブルでも THC 入りのものだって分かると思うんですね。
でこれ見ると私た接種の20なんで15から30のハイなんですね。お結構多いな。で40になるとこの30から50のベリーハイなんで、ここだよな。そう、これあのマイクロドーシング、まあ、ライトとヘビーとベリーヘビーみたいな、うん、そのドースの量に、ドースの違いによって何が変わるんですか？得られる、まあ、洞察体験の何ですかね、ボリュームが変わるんですか？あ、田さんグッドクエスチョンで、それでいくとやっぱりもう働きかけの次元が違ってて、これライトドーシングマイクロドーシングにするとあの、うん、知覚変容というよりも体の浮遊感とかですね。だからなんか洞察が得られるとかそんなレベルじゃカンナビスに関してはないかなと思いますね。で私もマイクロドーシング試してないんで分かんないんで、もしかしたら LSD シロシビンと同じく1から 2.5 ミリグラムでもこうクリエイティビティさが上がるとかはあり得るかもしれないですね。ははそうそう、だから今の質問ってめちゃくちゃいい問いで、逆にいけば THC のマイクロドーシングってあんま効かないんですよね今んとこ。あ、そうなんですか。あ、いいはずなんで、そう、どっちかっていうと LSD シロシビンしかマイクロドーシング、あと MDMA かな、 MDMA あんま効かないかな、うん、そう、でもあんまカンナビスのマイクロドーシングって効かないんで、なんでだろうなと思いますね。あ、私はそうですね、多分、いやこれも今のところかもしれないけど、うん、あでもあるか、 THC のオイルとかだとあるのかな。なんかあんまりマイクロドーシングキットみたいなの売られてないんですよね。だから自分でチョコレートでやるってもチョコレートを切ったり、でも保存が大変じゃないですか、ちょっと早めに食べないと酸化しちゃうから、うんうんはいはい、でもシロシビンとかだったらちっちゃく売られてるんですよね、もうマイクロドーシング用に。へー、そう、個包装みたいな感じなんですか。そうそうそう、いや本当そうです。へー、本当そうです、個包装です、うん、本当おっしゃる通り。そうそう、でもきっと THC もいろいろここからまた研究が進んできてビジネス化の動きどんどん高まってくると思うんで、そう、いやなんか今のだからすごくいいビジネスアイデアにもなるんじゃないかと思いますね本当。お、あ、どういうことですか。いや、あのカンナビスのマイクロドーシング。あ、そういうことか。うん、そう。でもいずれにせよ、まあ、ここ本当に研究がねもうちょっと進む必要があるなと思ってて、やっぱり THC 昨日取りましたけど、で今朝いろいろ調べるとやっぱりね、あの毎日摂取するようなもんじゃやっぱりないし、逆に毎日摂取してしまうと、いやこれは逆にサイドエフェクトがあるなと思いましたね。そっか、そう、あの毎日常用するもんじゃなくて、そう、マイクロドーシングだったとしても、あ、いやいや、マイクロドーシングだったらまた別ですね。だから、うんうん、本当にこう、うん、ハイのドースのものを毎日吸うのはないなと思いました、はい、うんうん、でももちろんがんの末期患者の方が痛みを和らげるとか不安を和らげる意味での数ヶ月、6ヶ月だったらあるかもしれないけど、一般人がこれを毎日はちょっと考えにくいな、むしろそうだったらそれこそ中毒ですね。そっか、で THC はシロシビン LSD よりも中毒性はちょっとあるんで、身体依存度、はいはい、そうそう、うん、だからちょっと中毒認定されてしまうんじゃないかなと思いましたね、うん、なるほど。そう、なんかこう他の物質と一緒に服用するからそこで中毒が起きてしまうって、あれ何の物質ですか。いやこれもそうです、カンナビスも同じで、やっぱさっきのタバコとニコチンと混ぜたりすると危ないだろうし、中毒症状より、はいはい、ニコチンの方が中毒症状があるから。あとはまあ、MDMA とかはちょっと分かんないですね、その組み合わせは。あの錠剤の MDMA とカンナビス、うん、そう。で、私が初めて THC を、あのこれ、カンナビスを吸ったのが、そのカリフォルニアの大学院時代で、これ、研究目的なんですね。うん、はい、で、メキシコ人のエイドリアン、彼が、あの、うん、研究用に DMT を摂取、持ってたんですよ、質のいい。はい、で、うんうん、よへ、いいのが入ったと。今度のターンペーパー、これ、体験について書こうぜって言われて。で教授からも一応 DMT 一度は体験してみてもいいかもねって言われてたんですよ、ポレッティ教授から。へえ、うん、で偶然が重なって親友のエイドリアンが持ってたんですよ、手に入ったって、うん、で傭兵に接種してもらいたいって言われて、で家行ったんですよ、近所に住んでたから、うん、行ったところ、はいはい、まずエイドリアンいろいろ、彼サイコセラピーなんですね、セラピストなんですね、卵当時は。あ、そうなんだ。だからいろいろ知識もあって、はいはいはい、でクエスチョンちゃんとしてくるんですよ、診断の、うん、傭兵ちなみにタバコ吸ったことあるのって言われて、いやないって答えて、じゃあダメじゃんって言われて、あの、もうそれで終わり。DMT は吸引系で、うん、はい、もう、あの、これ貴重なもんだから、ちゃんと傭兵に吸ってほしいって言われて、じゃあ、マリファナで練習しようって言われて、一回吸ったんですね。タバコ吸う経験によるのに最初マリファナデビューかよと思って、恥ずかしい思いです。
で、あの、面白いです。だから当時の27になった時かな。そう、27、はい、JFK の2年目ですね。で、その時に初めてマリファナを吸って、で、DMT を摂取したと。だから、マリファナはそれ1回きりだし、DMT もそれ1回きりなんだけど、あの時がだからその掛け合わせでしたね。で、それはちゃんとエイドリアンが考えてて、その組み合わせは大丈夫でした。うん。うん、むしろ、吸ういい練習になったし、あの時吸ったのは身体に働きかけるものだったんで、リラックスできたと。で、DMT を摂取したっていう感じですね。そう。だから、いろいろ体験はね、シェアしたい。特に DMT 体験は今後シェアしたいと思いますけど、あれは本当にすごかったんで。そうですか。いや、DMT は、ちょっと、あれは本当に、ポレッティ教授も言ってたように、知識と準備がないと、あと、知ったがないと、本当に危ないと思いましたね。あの、アヤワスカとかシロシビンも効果があるんですよ。すごい。LSD も。で、これって基本的に胃から代謝されるんで、時間があるんですね。心落ち着けたりとか、さあそろそろ来るかなって準備があるんです。あ、来た来たなっていう感じなんですよ。でも DMT はそれを許してくれないんですね。一発で非人間に行くんですよ。やばこれはね、だからマジで怖いと思います。で、私も吸った瞬間後ろ倒れたんで、だからエイドリアンちゃんとベッドの上でちゃんとソファーがないと危ないんですよ。で、あの、一瞬で飛んだ時にエイドリアンがちゃんと背中持ってくれて後ろに寝かせてくれたっていう。肺の吸収力やっぱすごいし、で、DMT はそうなんですね。ただ DMT は特徴は持続時間が短くて30分から1時間ぐらいですね。長くて1時間半ですね。でもそこの知覚されてるビジョンとかはもう LSD、アヤワスカ、シロシビンと全く同じ。それがもう短い時間で凝縮して体験できるから DMT は今をアメリカとかではビジネスマンのランチトリップよって言われてるんですよね。いや、まさかと思いましたよ、ポレッティ教授に。あの、これちょっと話しましたよね。バークレーで論文の指導してもらってた時に、はい、あの、カフェでね。めっちゃ親切ですよね。わざわざ学生のためにバークレー呼び出して、カフェ呼び出して。そう。で、ポレッティ教授と話してた時に、洋平、君、あの、論文しっかり書けるんで、PhD 行くことをおすすめするよって結構応援もしてくれたんですね。学者としても。はいはいはい。で、その話の中で、まあ実は DMT ってものがあってって、知ってるって言って、一応知ってますって言って、体験はって言って、ないって言ったんですね。うん、で、その体験についてもいろいろ共有してもらいました。どういうふうに摂取したらいいのかとか含めて。で、そうすると。もうその時からもう導かれてたんですね。あ、すいません。もう一度。その時からもうお導きがあったんですね、そういった。いや、もう。だって教授がわざわざ。いや、もうなんかあるんでしょうね、これ。導きが。そうなんですよ。なので、まあ私も多分立派な最古の音ですね。最古の音って言葉もちょっといろいろ日本語に訳さないといけないと思いますけど、あの、宇宙飛行士アストロノートっていうじゃないですか。宇宙を探索する人って意味で。はい、もともとノートっていうのが、あの、紙のノートじゃなくて、ノーティカルっていう航海の、航海術のって、渡るさんと同じ名前ですよ。あ、渡るさん、これなんかもう導きじゃん。最古の音渡るじゃん。最古の音か。最古の音は、ですね、なんて言ってるのかな、マインド探索者。意識探索者とか、マインド航海士とか、そんな、ちょっとかっこいい名前だね。めちゃくちゃかっこいいな。航海士とか、そう。で、通称最古の音って言われてるんですよね、言葉として。うん、いやでもね、昨日のちょっと本当にあれはね、なんか驚いて、まだちょっと振り返らないといけないなと思ってます、自分でも。はあ、でも、どんな、その記憶としてしっかりその目にそのビジュアルが見える感じなんですか？あの、そうですね、目を閉じて、まさにそうです、うん、夢を見る感じで、夢の感じがもっと色濃いっていうのと、はあ、夢のビジョンとはちょっとまた違うような内的イメージが立ち現れる。で、そこに洞察とかが紐ついてるところやっぱすごいんですよね。へえ。なので、例えばこれを、あの、ちょっとこれをドキュメントでも共有しましたけど、THC の中でと摂取すると、やっぱそれが脳内全体が活性される感じなんですね。はい、 はい、はい。もっと別の表現でいけば、頭の中で交響楽が流れるような感じになるんで、脳が全能的な形で活性されるから、あの、渡辺さんが今思ってるような自分の脳の働かせ方、例えば10倍、100倍、1000倍に頭が回転したときに、それは当然違う洞察って得られると思いません？はは、そうですね。そう。なので、そういうことが起こるんですよ。やっぱ全能が活性されると。だから通常のドラゴンボールのサイヤ人モードに戻ると、スーパーサイヤ人で得られた洞察が解釈ちょっとできないんですね。
そういうことか。スーパーサイジン2、3、4とか行くんで、うん、4は非二元だね。で、3がコウザルだろうね、とかね。そんな対応になるんで、そこで得られる体験って、やっぱりサイヤ人モードだと、ちょっと言葉についづらいんですね。すごすぎる。そう、やっぱだからこそこういうのってスピリチュアルクエストで使われてるっていうのが本来の意義なんですよね。そっか。そう。これ加藤先生がこう許容できる使い方のラインっていうのはどのあたりまでいきそうですか？例えば宗教儀式としてはもちろん使うべきですよねっていうふうにもなるし、うん、最古ノートとしての探求っていうのももちろん使うでしょうね。うんうん、ただ、ちょろっと、なんか面白そう。珍しいのやってみたいっていうのはもう NG じゃないですか。ああ。そうね。確かに渡さんおっしゃる通りですね。それでいくと多分いろんななんか線引きがあるなと思ってて、おっしゃる通りで、まあ、まずはその医療目的っていうのは、本当に確保しないといけないと思うんですね。で、これ医療目的でカンナビスとかシロシビンとか使われてないっていうのは人権侵害だっていうのが結構欧米の今の研究者たちの見方なんですよ。なるほど。人権侵害レベルなんですね。憲法違反レベルなはずなんですよ、本来。なので、医療目的の活用、それから伝統的な儀式に乗っかった上での活用、そしてさらには、研究目的ですね、哲学者、科学者のような形でこうしたものを摂取するっていうのは、私はまずその少なくとも3つは許容されるべきかなというふうに思うんですよ。ああ、そっかそっか。でも、悩ましいのが、スピリチュアル目的とレクリエーショナル目的って、私もちょっと疑問に思ってたことがあって、うんうん、西海岸とか行くと、はい、サント大名の例えば儀式参加しても必ず円卓組んで最初何の目的でそれ摂取するかって話すんですね、はい、でみんなよく英語で This is not recreational but spiritual とか言うんですね。 spiritual purpose って言うんですよ、うん、レクリエーション目的じゃなくてスピリチュアル目的だって言うけどやっぱ嘘くさいんですよそれ聞いてて。つまりレクリエーション目的と霊的目的っていうのもまた確かに私は霊的と同性で得る目的って言いましたけど多分明確な線引きって本来できないんですよ。だからそうか。だからレクリエーション目的も私は批判は否定はできないですね。ただより注意が必要だっていう見解かな。つまりレクリエーション取っていいんですよと。ただとにかくあなたのリテラシーでなんぼですかっていうこと、それはやっぱ譲れない線かもしれないですね。なるほど。だってさっきの話と全く同じですよ。だってもともとこれって自然物だから。なあ、そっか。そこら辺に生えてる草、誰も批判できないじゃないですか。うんうんうん。ね。そこに生えてる。その通りですね。食べたいってなったら、いや、どうぞどうぞじゃないですか。自己責任で。うん、なので、はい、そのレクリエーション目的だろうが、目的度外視して、本当は批判できないはずなんですよ。はいはい。だから一応それは社会的な害悪とか、その人の個人のためを思うんであれば、やっぱリテラシーどれだけあるかっていうところだからこそ私はそこに働きかけていきたいんですよ。法規制プラス。なるほど、うん、いや法規制変わってもリテラシーがない状態でよっしゃ今日からどうぞどうぞ皆さん自由にって言われても危ないですよ。やばいな。だから4証言全部がないとダメなんですよ。すげえこれ。そう、とにもかくにも常に何の物事も全部4証言が内包されてるのやっぱ忘れちゃいけなくて、今の線引き問題でも医療目的って言うだけでも本当は足りないんですよ。医療目的でも医療の目的の4証言がちゃんとないとダメなんですよね。ちゃんと医療で使われる文化がありますか、制度がありますか、ね、患者さんへの説明ちゃんとしてますか、患者さんの心の準備できてますかって4証言とかがないと、血圧それはちゃんとサイケデリックスに対応するものですかっていう4証言がないといけないんで、全部に4証言が入ってるっていうのは、いつもいつも思ってかないとダメなんですよ。なるほどですね。4証言がないものはないのがウィルバーの思想なんで。だから常にテトラアライジングで4証言がフラクタルに内包されてるんで、これやっぱ一回ちょっとでもそれを忘れると、はい、特定の証言に偏って議論するし、実践するし、おかしなことが起こるんですね。そうなんですよ。だからもうね、個人の病気もそうだし社会の病理も特定の証言に偏ってるからそういうのが生まれるんで、うん、やっぱりもう全証言的に見ていくっていうのはもうとにもかくにも私も常にこれは意識してるところですかね。うん、ですね。そうなんですよ。そうそうそう。だからさっきのね DMT もそうね、当時からなんか誤解があったのかもしれないですね、導きが。すごいですよね、その体験経験が。もう
あと一個だけちょっと導きがあったの、昨日また別のものがあって、お、はいはい、朝ゼミ始まる前に仏教のもともとの起源であるヒンドゥー教の聖典リグヴェーダ、はい、ここにサイコアクティブな飲み物のソーマの記述があるっていうのは結構これまでも紹介したと思うんですね。はい。で、つまりこの仏教、ヒンドゥー教の、あるいは密教ですね、密教においてもサイケデリックが使われてた歴史見たときに、はい、あれと思ったのが、ヒンドゥー教のシバ神って破壊と創造の神じゃないですか。はあはあ、実はシロシビンマシリウムの化身であったっていう記述に行き着いて、まず驚いたんですよ。はい。これ一発目のパンチね。で、シバ神と私結構ゆかりが深くて、そういえば2015年に1年間滞在した時にお世話になってたセラピストの方から、その方いろんなものが見える方で、加藤さんと、加藤さんにはシバ神が守護霊としてついてくださってますよと。で、社会のいろんな問題に対して愛と慈愛に満ちた鉄槌を振るい落とすのが加藤さんの仕事ですよって言われて、へーと思ったら、シバ神が真っ白シビンマッシュルームの化身って聞いて、私の後ろにはシバシンとマッシュルーム、確かにマッシュルームのぬいぐるみマッシュがいるんですけど、ああ大きな存在に導かれてる、ご加護を受けてるなって昨日朝しみじみと感じてました。なるほどですね。そうというちょっと私からのシェアで、なんか今日だいぶ私からのシェアだったんで、渡さんからもし、いや今日最高に面白かったですね。やっぱ何の面白さなんだろうこれは。好奇心なんですかね。こう知らない世界を知るっていう。うん。そうね。なんで面白かったのか。多分スタートが松茸の話だったからじゃないですか。それか。毎回お願いします。いやいや、そうですね。渡さんにはしかも松茸タトゥーもついてるし、松茸のお導きがありますね。そう。いや。いや、それでいくとちょっと渡さんの最後ね、ちょっと近況もお聞きしたくて、うんうん、何かこうね、留学準備とかも含めてちょっと進展があったのか、ちょっとここ最近ソーダゼミの動画が進んでないようだったんで、ちょっとあれと思って、活動どうされたのかなってちょっと心配になってたんですけど、 ありがとうございます。そうなんですよ、ソーダゼミでは、うん、今までこう、まあ、どんなテーマにするか決めていなかったと、うんうん、うん、で、まあ、決めていこうっていう会を、まあ、実践して、まあ、じゃあ睡眠だとか食事っていうことをテーマとして扱ってみましょうかってことを言ったんですけど、うん、僕がやっぱりこのラジオでは今サイケデリックスにこうハマってる中で、うん、やっぱりインテグラル理論をもう一回学ぶっていうことにこう振りたかったんですよね。なるほど。で、そう、うん、ふつふつと思っていて、で、そうなんですよ。そこから、まあ、大分での、こう、お仕事が、ドドドドドドッと朝から晩まで続いて、うん、ちょっと今に至ってしまってるんですけど、で、明日からですね、明日、朝一でまた、都内の方に戻って、うん、そこからもう一回ちょっと、エンジンをかけ直したいなと思っているところですね。おー、あ、そうだったんですね。そっかそっか。うん、あ、じゃあ明日から再び都内に戻ってこられて、あ、そうです。そしてその週の木曜か金曜に長崎に帰ります。14日でしたよね、確かね、ま、たそうなんです。おお、すごい、ありがとうございます。そうですか、なるほどね。そっか、環境がまた環境が変わってね。いや、ゼミナールもじゃあ新しい進め方になり、そうなんです。いいですね。いや、うん、ちょっと留学準備のところも最後どうです、なんかアップデートすることとして。そうなんですね、こう加藤先生の方が、オタワ大学の内容についてこう上げていただいてて、うんうん。うん。で、僕もこう自分でホームページ、まあ今見ている段階なんですけど、うん、ん？結局、これはどうやったら入れるんだっていうのが分かんないままになって、若干放置になっちゃってます。おぉ、そうなんですか。オタワ大学面白いな、そうなんです。なんかプレコースみたいなのを受講して、うんうん、そこで獲得した単位を学校が始まったら、そこにこうドッキングできるということだったんですよね。そうですね、そう、うんうん、なので入学方法としてはオタワのプログラムが今マスターレベルのもの、ね、今制作中で最後の承認待ちみたいなんですよね、学内の、はい、うんうん、その前にプレコースみたいなマイクロプログラムがあって、そっちにまず応募するっていうのがスタートですね、うん、でそのアプリケーションに関してはすでに、ちょっと紹介した動画の中かな、うん、動画の中にありますね、
こちらのメールに、アプリケーションに必要な種類を送ってくださいっていう、うん、はい、プログラムの画面があったと思うんで、そこからその資料を送るだけですね。であと結果待つだけ。そっか、うんうん、おお。でそこに対して IELTS がどうこうだとか、なんかもう入学の前の段階だから、こう実際的なこう願書を提出するみたいな形ではないってことなんですかね。あ、いや、マイクロプログラムの片方のところにやっぱ英語のものは提出確かしろって書いてありましたね。あ、そっか。そう、やっぱ書いてありますよ、うん、アドミッションリクワイメンツって書いてあるところ、うんうんうん、ここに大学の学部レベルの成績書でしょ、うんうん、で、そうそう、成績のトランスクリプトを送る、であとは志望目的書を出してくださいって書いてある、であと英語のものを出してくださいって書いてますね、ちゃんと4点セットで。あ、そうですか、うんうん、全然ちょっと忙しいにかまけてやれてなかったな、見てみます、うん、そうですね、小田大学のプログラムのマイクロプログラムズっていうところをクリックすると下の方にありますね、アドミッションズリクワイメントと。そうだから推薦状がいらない感じなんですよね、うん、珍しくここね。あ、へえー、うんうん、うん、ですね、いいっすね、いいっすね。いや、それでいくと私も渡さん、このオタワはね、またこう出願に今念頭に入れてて、私もちょっとアップデートさせていただくと、うん、結局今回は、まあ、あの公共政策関心があるんですけど、はい、ハーバードケネディスクールは出願やめようと思ってますね、ちょっと今。うわあ、はい、もう進学大学院一本で行こうというふうに思ってます。それはちょっと危険かもしれないけど、狭き門だから、どいずれにせよ、まあでもやっぱり公共政策で行くと1年目に履修しないといけないプログラム、ケネディスクールがですね、ちょっと、これ今から自分が学ぶものかなっていうものが1年間ぎっしり詰め込まれてるんで、とにかく私やっぱ情熱を持って学べるものじゃないと、しかも学費もケネディスクールだとね、また進学大学とちょっと違うレベルの金額、2倍ぐらい学費が違うから、そういうものなんだ、まあ、そういうやりたいことも含めて金額も含めて、まあ、ケネディスクールじゃなくてもう一番行きたいと思う進学大学院ですかね、ちょっとこちら一本でっていう、うん、その熱量でちょっと一昨日ぐらいかな、これも加藤ゼミで紹介しましたけど、志望動機書書き下ろしの実況中継動画と、うんうんうん、ライティングサンプルもゼロから書き始める、はい、誰も見てないであろう実況中継動画作ってたんですよね。うん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 。でちょっと驚くこと、1日でちゃんとドラフト完成したんで、もうやっぱ熱量相当あるんだなと思いましたね、これ見て。すげえ。そう。でちょうど昨日かな、今朝ちょっと確認したら、ディビニティスクール進学大学院のキャンパスビジットの日が確定したんで、今日この後飛行機とホテルの予約、あとアメリカに行くためのエスタですね、あの許可書、許可ですね、あれをちょっともう発行しようというふうに思ってます。うん、着々ですね。着々ともう動いてます。いやー、いいですね。あとは本当に志望動機書のところと、そうね、それが一番鍵だね。もう英語の試験はもうクリアしてるんで、あとはもう志望動機書だね。うん。そう、これがやっぱ欧米大学の一番の鍵なんで。へえ。そこでフィット感を伝えれるかどうか、アピールできるかが、もう合否の最大の分かれ目でしょうね。そうなんですよ。で、そのためのちょっとキャンパスビジットだし、そう、いろんな人に会って話を聞いていきたいし。授業もオーディットしたいしっていう、やっぱその熱意はちゃんと今回は伝えたいなというふうに思いますね。うん。いやー、なんかどういうふうに大学院を調べて、どういうふうに事前調査を、ね、こうされて、で、どういうふうに出願する？うん。うん。いやー、なんか僕もいろいろ分かるようになりたいな。ちょっとこのあたりはまたあれですね、少しまたいろいろ日を改めたりしながら。うんうん。出願方法とかね、ちょっとこのあたりもまたシェアしたいですね。うん。ああ、ぜひ。うん。また、その調査の方法がっていうのが、ちょっと意外でしたね。どんなところがなんか難しいですか？調べるっていうの。そうですよね。調べる。なんか前回の CIIS はすごい分かりやすく作られてるような気がして。うんうん。で、今回のオタワ大学は、なんかずっと何回、こうチラチラ見て、ま、たまにはこう日本語翻訳しながら書いても、結局俺はんどうすればいいんだっていうふうになんかこう行き着いてしまうんですよね。ほう、あ、面白いですね。どうすればいいのかか、
あれ、なんなんでしょうね、それ。私からすると、いや、そうですよね。私からすると、欧米の大学って結局求められても全部同じなんですね。ほう。学部の成績、志望動機書、英語の試験。この3つだけなんですよね。でも、それでいくと、渡辺さんが何を、特にじゃあ点数のところとか、そういう情報が欲しいのかとか、ちょっとまだ分かんないところがあって、結局求めてるのはそれですからね、3点。あと、まあ、志望、履歴書か、4つか。うん。そうか、そう考えたら、もう全部知ってる、知れてるのかな。そうだと思います。結局、提出するものは全部全く同じなんで、だそこに推薦状が加わるのは一般的なんですけど、だから今のこの5点ですよね。うん、自分の学歴、経歴書、これが1。はい。はい、2つ目が、大学 の, その成績証明書、オフィシャルなものです、うん。はい。で、3つ目が、志望動機書。うん、で、アメリカ、欧米の英語で学部を受けてなかったらば、TOEFL か IELTS が必要、英語の試験4つ。うん、はい、はい。で、5つ目が推薦状。この5セットはもう、どこも基本的にもう同じセットなんですよ。あ、そっか。あ、これって、いつまでに出すとかっていうことではないんですかね、このオタワ大学。そうそうそう。オタワの方は、それでいくと、そこが書かれてないんですね、確かに。うん、これやっぱ新しいプログラムで、それやっぱ直接メールをしたところ、うん、はい。今年の冬はもう出願が終わってるみたいな、多分次の冬のところとか、うんうん、そんなことが書かれてたので、確かに出願の時期が明記されてないですね、オタワは。うん。だからそれでいくと、問いは結構簡単で、アドミッションの方に、自分はマイクロプログラムの一つ目のプログラムに参加し、はい、受講したいんだけどと、いつまで提出すればいいんですかっていう。それを聞いたらいつまでに出してくださいっていう、今の5つのセット。で、オタワは、推薦状ないみたいなので4つのセットかな。うん。経歴書もいらなかったね、なんかね。へぇ。学部の成績、マイクロプログラムに関していけば。まあ、これやっぱマイクロだからね。うん。なるほど。うん。そうですね。そうそうそう。いや、むしろなんか、オタワ大学、歌さん出願のね、デッドライン知ったらまた教えてほしいですよ、逆に。私もちょっとその、ああ、ぜひ。うん、うん。日がね、わかんないから。うん。そう、こんないろいろ調べてない状況なんで、よし、オタワだって思ってる自分はいるんですよ。いや、それはいいですよ、もう。それはね、間違ってない。それはだって、サイケデリクスを学ぶんだったら、やっぱ間違ってないですね。いやー。やっぱ他ないからな、体系的に学べるところが。うん。でも、それは間違ってないんですよね。そうそうそう。で、あとは、でもまあ、とにもかくにも、結局、英語のところですかね。早く、そうなんです。IELTS 6.5 クリアするっていう。オタワは確か 6.5 だったかな。はい、そうです。ですよね、そうそうそう。うん、だから、出願の時期をデッドラインを抑える、だともうひたすら英語で早くそのスコアを取る、そこにフォーカスをすれば、結構迷いなく、いや、そうだな、進めるんじゃない。ありがとうございます。うんうん。うん、ですね。じゃあ、まずメールしますね。そうですね、ぜひぜひ。よし、ありがとうございます。じゃあ、という感じで、今日もね、うん、ちょっと50分近くなってきましたんで、じゃあ、ちょっと渡さんから。最後振り返りですかね。はい、締めのことをします。はい、はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。最後の後半の方ではですね、あの前に、序盤の方では、まあ、加藤先生のさまざまなサイケデリックトークというか実体験というか、これはちょっと興味が出てくるなっていうのが率直な感想ですが、まあそしてそれを専門的に学んでみて、うん、うん、自分自身の環境っていうのを、セッティングしてみたいなっていうのも、ちょっと一つ、また再確認できた回答になりました。また、海外大学院の進展があれば、何か、情報を共有できることがあれば、またシェアしたいと思いますので、またどうぞお聞きくださいますよ。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。加藤先生、いかがでしょうか。はい。まあ、加藤ちゃんって言ってくるのかなと思って、加藤。いや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 。いや、ありがとうございます。ですね、リスナーの皆さん、今回も放課後セッションですね、振り返りセッションまでお付き合いいただきどうもありがとうございます。今日はちょっとそうですね、本当に渡辺さんのおっしゃる通り、前半部分では少しこう、サイケデリックス体験についてもね、ちょっとこう、シェアをさせていただきました。まあ、これも自分自身のこう、体験とかをこう、思い出しながら、あるいはこう、何か体験をする都度ですね、ちょっとこう、できるだけ、自分も言語化できる範囲のところまで挑戦して、
言語化していきたいなっていうふうにこう思います。まあ、それがきっと体験がどんなものか、この語りがですね、この語りそのものも何か私たちのサイケデリックリテラシーを高める一つのきっかけになるんじゃないかなと、そういうふうな思いを持っていますので、引き続きちょっとこういう体験があればですね、言語化できる範囲でお伝えしたいというふうに思います。で、私も渡さんと同じく今年ですね、大学院を出願しますんで、また大学院出願にこう関してもいろいろアップデートすることがあれば皆さん逐一ご報告したいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。